もうなくなっちゃいましたよ、あれが。回復アイテムが。嘘でしょ。じゃあ投げナイフに頼りましょう、今度ね。ひたすら投げナイフ当てまくって、じゃあ回復薬買えるだけのお金貯めても、ちょっと貯めましょうか、お金ね。お金貯めましょうかって言ったけど、お金全然貯まらない、もしかして。あれ18か。500は貯めとかないとね。500貯めても1個しか買えないでね、回復薬。微妙ですよね。まあ、もともとあるエスタみたいなやつは回復薬として使えるんで、これはまあ、有効に使っていきたいですよね。両手持ち、両手持ちで突っ込むのもありかもしれないですね。どうせね、盾構えないんで、両手持ちで突っ込んで、ダメージめちゃくちゃ稼ぐっていう手が一番いいかもしれないですね。両手持ちでパリってできるよね。両手持ちパリは、できますね。ただ受けるダメージが半端ないですね。じゃあ、一応フラスコも飲んで、すぐに、一応全開になるのか、フラスコ使ったら。なるほどね。じゃあ、まあ、もうちょっと、あれですよね。フラスコの使うタイミングも考えなきゃいけない。よいしょ。髪の毛の束って何に使うのかな。髪の毛の束、だんだん分かってきましたけどね。何これ、治癒クラス1祈り。こんなのが使えるようになってたんですね、いつの間にか。レベルが上がって、髪の毛、これか。ある兵士が死んだ恋人の形見として持っていたもの、死後に再び巡り合えるようにと願いが込められている。この紙に込められた記憶を用いることで、鍛冶屋は武器を強化することができる。ほう、なるほど。これ武器強化したりしていかないと、もしかして勝てなかったりする？ありえますよね、十分に。なるほど。ちょっと時期尚早だったか。いいね。あのバット雫落としてくれるんや。バット倒しまくった方がいいかもしれない。ちょっとアイテムをね、しっかりこう回収していく方向でいった方がいいかもしれないですね。ちょっとこのままの状態で戦うのは非常に苦しい。7回やられた動画はね、そのまま出すわけにいかないので、それはね、ちょっと編集させていただこうかなと思ってますけど。よいしょ。おっ、やば。このね、ゾンビが、色がちょうどね、隠れて、うわー、分かりづらいんですよね。とりあえずお金は、まだ全然溜まってないね、お金ね。でもソウルが、ソウルじゃない、ソルトね。ソルトは、じゃがいもだって、ソルトは結構溜まりましたね。バットだ。バットはありがたいぞ。落としてくれる？落としてくれないか。回復アイテムを落としてくれるんでね、バッタさんはね、ありがたいですよね。パリ練習してみようか。おおおお。はい、来い来い。パリ練習しようと思ったんですけどね、練習するままなくやっちゃいましたね。高いとこから落ちても大丈夫かな。でもちょっとダメージ受けたかな。受けてますね。じゃあダメですね、高いとこから落ちるのは。で、じゃあこれ回復させて、ここはじゃあ下に降りて、行く前にちょっとこいつを倒して、ゆっとで、ソルト回収して700なんで、レベルちょっと1ぐらい上げられるかなって感じですよね。よし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 。
まあ一周回れば700ソルトぐらいは貯まるということで、うん、まあしっかりね稼いでいくのがねいいんじゃないかなと思いますでこっち側に戻っていったらそれはそれで多分稼げると思うので、注ぐと一応ねこれもレベルが上げられるので、はい、でスキルツリーということで、どこに行きますかね。回復ポーション、あ、これか、ありっちゃありですよね、回復ポーションね。今のところこの武器は上げてもあんまり意味がないんで、体力、か、このクラス2選手にはちょっといけないですね。 2個必要なんですね、あれね。そしたら体力強化するか、筋力1ポイント上昇させて、じゃあ強くするか、ポーション増やすかですけど、ポーション増やしましょう。ええ、ちょっとここはポーション増やして、次にこの、これあげますね。うん。そしたら捧げるで、一応鍛冶屋も出しとこうかな。武器を強化してくれるみたいなんで、どうしましょうね。一応鍛冶屋出しときましょうね、じゃあ。じゃあ鍛冶屋さん。剣、盾、鎖片びら、板金より必要なら俺にいな。話す。国にいた時は混ざり物なしの利便校で上等な装備をこしらえたもんさ。だがここで焼き立つもんといえば回収してきたガラクタ、それに過去の記憶くらいのもんだ。うん。いいね、武器が。ただ、今持ってる武器が一番強いですよね、これね。ただ、まあ、装備は、今できない感じじゃないですかね。あ、兵士の槍めちゃくちゃ強いじゃないですか。あー、槍に行くのありだったかもしれないですね。あ、キーターチールドもだいぶ強いぞ。お金が全然足らないですけど、強化、なるほどなるほど、この辺を強化するか武器上げるか。え、 15.2 まで生き上がる。ありですね。あ、髪の毛の束がん ?3 ついるのか、髪の毛の束ね。髪の毛の束でも2つ持ってましたよね、さっきね。気を抜くなよ。パシェの2つ持ってたと思ったんですが、じゃがいも。あれ ?3 つ持ってるはずなのに、髪の毛の束。おかしいな。なぜ強化できなかったでしょう。ん？あ、あれか、ソルトが足らないからか。なるほど。あ、ソルトがあれば武器の強化できると。どうでしょうね。槍を買うか、剣のままで強化していくか。まあ、剣どうしようかな。槍買う？でも槍装備できないんでね、今ね。槍買ってもね、あんまりなんで、剣を強化しましょう。うん、頑張ってね。あ、すごい、お金落としてくれた、ありがとう。なんで、まあソルトを250とりあえず貯めて、まあ全部倒したら700ソルトぐらいとりあえず貯まるので、よいしょ。で、一応ね、レベルも上がってるんで、ね、ポーションの数が増えてるはずですよね。あれ ?3 個しかないぞ。何だったんや。
あ、一応そこからまた食堂に行かないと数増えない感じだったんでしょうかね。とはいえ、とりあえずここでもうちょっとレベルを上げないとあいつには絶対勝てないのであんなに強いとは思わないじゃないですか、しょっぱなですかね、いきなり。この剣のモーションかっこいいな。で、ソルトは250ね、250溜まれば一応剣、まあ、もう315もあるで、武器もね、強化しっかりして、まあ無強化で結構追い込めたんで、まあ強化したら結構もうちょっといけるんじゃないかなって感じですよ。ローリングしてこうしっかりこうローリングして盾を構えてっていう作戦をしっかりさえすれば、しっかり取りさえすればいけそうですけどね。ここなんか出てきたよね。よし、あ、このコンボいいっすね。バンバンバンですね。うん、これなんか勝手にあの最初からやってくれるというか、うん、いいコンボ技ですねこれね。これちょっと中心に使っていきましょう。はい、バンバンバン、よいしょ、いいですね、いいですね。これはなかなかいいぞ。ここでソルト、あー、これあいつがコウモリさん出てくるね。ここで、あ、どこになった、やばい。コウモリさん、コウモリさんどこ行った。くそ、コウモリさん、コウモリさんが落としてくれるアイテム欲しいんですけど、私うん、あとは、一発当てて、こ、あー、くそ、結構ね、気ダメージがね、大きいんですよね、なんだかんだで。ポーション使ってこれのやつをね、一掃すれば、え、ちょ、700層ぐらいは、層ぐらいは溜まると思うんで。はい、ボン。はい、降りてくるんかい。お、いいね、いいね。これはじゃがいもか、また。あ、腐ったものの耳。来た来たね。うわ、あ、まずい。まずい、かまだ。まずいね、そんなにダメージ的な。いいですね。この吹っ飛んでくるリアクションがすごいかっこいいな。バン、バン、バン。あ、いいね。これはちょっとダークソウルにはない、あれですよね、モーションですよね。かっこいいですね。いや、気持ちいい。あ、もう1レベル上げられる状態ですね、すでにね。まあ、ただ、あの、武器の強化をしようと思ってるので。食べるせいだね。食べじゃない、あの、溺れた選手の耳。おっ、よしよし、お金も結構溜まりましたね。800か。いいですね。なんか、選手の耳系は何に使うんですかね。腐ったものの耳は、この島の生活の中でも、最も脆い存在である腐ったものの耳。この、傷んだ肉片には、風に運ばれてきた、梅の匂いがすっかり、あ、海の匂いか、たっぷり染み込んでいる。変性の素材、指導者との交換材として使用できる。なるほど。溺れた選手の耳、この選手の魂は海に失われ、その肉体が腐食した。しかし暗黒魔法の力は彼を死者のまま動かし、わずかに記憶する戦いの技術を行使させた。変性の素材、あ、なるほど、変性の素材なんですね。なるほどね。よっと。ちょっと、飲んどきましょうかね。フラスコね。この先の敵を、よし、つけて、では、降ります。よっ。降りて、あ、ね、鈴みたいなの使って帰った方が楽なのかもしれないですね。うん。まあ、お金がないんでね、そんな、あんまり無茶できないですけどね、序盤は。はい、では、ここで刺されたら、ポーション4個なってくれるかな。あー、やった。レベルアップ。はい。いいですね、レベルはじゃあ上げます。で、スキルツリーで、信仰心か、魔力強化か、クラス1、アサシン。おー、なるほど、アサシンになれるか。アサシンね。か、この槍使いもありっちゃありなんですよね。クラス1の槍ね。ありなんですけどね。斧に行くぐらいだったら槍行きたいですよね。技量1ポイント。攻撃はね、ちょっと上がるんですね。13.7 行くから槍行った方がいいですよね。ということで、こっちだったら、装備重量か。じゃあもうこれしかないですね。槍使いになります。はい。ということで、槍がね、多分装備できるようになったと思いますので、まず買う。槍装備できますね。18.2 か。いいですね。槍でいくか、強化でいくかですね。強化でバリアリーグの剣を、14か。じゃあ、槍行った方がいいっすよね。槍は、おいくらもらえんでしたっけ。槍は500か。ちょっとじゃあ、槍買っちゃいましょう。槍1個買って、槍を強化しましょう。じゃあ、強化の、槍ですね。槍は、槍を 19.1 まで上がるか。剣の方がね、めちゃくちゃ上がるんですよね、4ポイントもね。急にね。あ、そうとか足りない。あれ、あ、そっか、レベル上げ使ってたからか。
やりはそんなね、変わんないですね。あげてもね、19点したんで。まあ。一応槍を装備して、槍で戦って勝てれば問題ないんですよね。基本ね。ここをじゃあ槍にしましょう。これ、ここに効力のか？あ、なるほどね。これはなんだ？これは魔法、あ、魔法の、あ、これ両手か。両手ね。なるほど。あ、槍。いいんじゃないですか、槍。槍は、あ、一応片手向けるんだ。あ、いいんじゃないですか、これかなり。あ、槍を、槍で、よいしょ。あ、いい、手。これ、だいぶいいですよ。ただ、槍のアクションはどうかな？これでちょっと、ソルトを稼いでいきましょうかね。あー、投げちゃった。あ、じゃあ、剣と同じ攻撃しよう。あ、いいね。結構、固有ってわけでもなさそうですね。だいたいこういう動きになって感じ。あ、強いな。強攻撃のダメージが非常に強いですよ。あ、これはいいぞ。そう、結構、遠くから当てられるんで、あいつにはかなり有利じゃないですかね。水をかぶった、キスでしたっけ。リアクションというか、金を作ってる時間が非常に長いっていう欠点もありますが、それ以外は、ここから、お、いいね。勝てるんじゃないか？6回目の、8回目ぐらいの挑戦かな。おい。よいしょ。いいね。あとはね、回復アイテムをくれれば最高なんですけど。下がれてる。よし。そしたらこれで、そう、これで回復もね、1個増えたじゃないですか。多分、勝てますよね、これでね。よし。左側は基本何もないと思っておいた方がいいですよね。はい。よいしょ。ほい。で、この上に登って、あとはこの上の方行けば、まあ、ソルト溜まっていくので。ですね、まあ、これでソルト溜めつつ、いいね。あ、強い。非常に強いぞ。あ、来た。これありがたい。うわ、強いな。ありがたい。いいっすね。次はレベル上げをするか、武器を鍛えるかってところですね。まあ、武器を鍛えましょう。せっかく、カジュアさん呼んだのにね、鍛えなかったらもったいないじゃないですか。いいね。めちゃくちゃ吹っ飛んでいって気持ちいいですね。強くなった感が。あ、というか。いや、気持ちいい。お金回収。あ、いいね、この巻き込み具合。あ、いいね、耳。結構、まあ、ダークソウルよりかは、難易度的にはそういった意味合いでは楽ができるんじゃないかなと思ったり思わなかったり。で、ここの敵を一回、あれ出てきたはずのやつを倒して、60だいぶ当たりますね、これね。かなりありがたい。で、しかも、プラスはまあ1個しか使ってないですからね。だいぶいいですよ、調子いいですよ。でもレベルが上げられるんじゃないかな。しかも結構、上の方から持ってきたら結構最初の倒したやつも復活している感じですね。特に骸骨の場合は。いいんじゃないですか ?880。で、レベル上げるか、武器鍛えるかどっちかって感じですよね。待って、どうしようなぁ。レベルアップは、あー、いけるっちゃいけますね。いや、先に武器行きましょう。武器。強化。では、兵士の槍を。あれ ?18.1 にしかならないと。さっきの19点ピックスっていうのは何だったかな。まあ、18.1に上がるなら強化しましょう。はーい。兵士の槍1。次が19か。まあ、上がるんだったらね、上げちゃいましょう、兵士の槍に。はい。槍も強くなったということで、あ、次、20まで上がるか。欲しいですね。まあ、空でもレベル上げた方が良さそうですからね。はい、それでは、いっちゃいますね。これでいけるんじゃないかなと。そろそろ。はい、あなたの商品もなんか買わせていただきますよ。お金貯まったんでね。探求者の指輪、これは必要になってくるんじゃないかなと思うので、一応これ買ってみます。はい。ということで、これを買って、装備しておきますね、指輪。ここに、探求者の指輪をつけて、ここで失ったソルトが、私の失ったソルトが見えると。その丸い、そのあれか、光ってるやつが探求者のあれかな。あれ、なくても良さそうですけどね、別に。失ったソルトの場所とかね。それでは、挑戦して、
きますね。よいしょ。挑戦してきますねって言ったんですけど、場所を間違えてね、完全に。失敗したか、失敗したな。あ、おお。ちょっとあれですね、ちょっと失敗しましたね、場所ね。こっちじゃなくて、この下から登っていくパターンで行かないといけなかったですよね。はい、こっちから降りて、こっから登っていくっていうパターンじゃなくてダメでしたね。じゃ、ちょっともう一回入り口まで戻って、どうでしょう。うおー。いや、これもう絶対勝てますよね。かなり強くなりましたよ。うん。はい、じゃあ、ここで捧げて、はい、じゃあ、はい、この音行きまーす。やっちゃいますね。水をかぶる、騎士。お前の、お前の天下も今日で終わりじゃ。この槍を、槍使いになった、私、テリオンの、ね、しかもレベルも上げて、武器も強化して、めっちゃ強くなった、ね、力をね、を見せつけるときが来ましたよね。道間違えたかな。こっちじゃなかったですよね。敵と戦わずしていけましたもんね。こうじゃなくて、この先でした。ごめんなさい。こっちでしたよね。こっち、こう、こうで、こうでしたね。いやー、ちょっと緊張しますね。スタミナは、何なんですかね。全開にならないですかね。なんか重、あ、ちょ、なったか。重たい、ジャンプとかしたら回復するまで時間かかりそうですね。よし、来た！はい！よし、来い！水かぶりの騎士。もう負けんぞ。あの頃とも、私とは違うんだ。よっしゃ。うわぁ。ちょっと待ってよ。チャンス、これはチャンスだぞ。うわぁ。なんで？嘘やん。うっそー。チャンス。2、3、4。うわぁ。終わったー。いやぁ。ギリギリー。はい。勝ちました、皆さん。いやー、水かぶりの騎士の灰、鳥の鍵。なんか体力がちょっと上がってますね。これはあれですか、ダークソウルでいうなんかボーナスみたいな感じですかね。ソウルもだいぶ手に入れましたね。鍵をゲットしたんですけど、どこで使うんでしょうね。この先のどっかかな、どっか、ここかな。おお、鳥の鍵。こいつ敵？あ、ダメの方よ。そなたは使命を帯びているか？うん、そうだよ。あの、王女様探してるから。王女を助けるとな。ふむ。私はそのような人物を見かけてはいないが、希望は捨てないことだ。いずれにせよ使命があるのは良いことだ。私の使命を知りたいか？うん、教えてよ。素晴らしい。私の使命は、東の城に攻め込み、そこを守る者たちを倒し、ドラゴンを葬ることだ。城は鎮魂されるためにあり、ドラゴンを飛ばされるためにある。そうだろ？ただし、この城に入るというのが難しい。城にかかる橋が崩れてしまっているのでな。どうすんの？他にも道はあるが、これもまた簡単ではない。そなたが立っても出てきた扉の地下には通路が通っており、どこかの村に繋がっているようだ。あ、そうなの？浜辺から村に至る近道もあるのだが、そこは扉に鍵がかけられている。あるいはそなたなら開けられるかもしれんな。浜辺から村に至る近道もあるんだが、どこかに道家がいると聞いた。その道家は誰も行けない場所に候補しているという。これってめっちゃ情報通だね。自分の主張を立証するのは簡単ではない。しかしそれをしなければ単なる口先だけの人間だ。なるほど。結構哲学的なこと言うね。え？何これ、これ食材？お、木こりの斧だって。
まあ、斧はね、まだ確か装備できないんで。嘘、こんなところにこんなアイテムがあるの。でもちょっと食材戻りたいな。食材、下に飛び降りる。あ、熊で。どっか食材保つとこないかな。あ、これ？これ？秘密の通路。うわ、敵が。うわ、ちょっと。あ、こいつ、ここは剣の方が絶対いいね。槍じゃ当たらない攻撃が。あ、これ、あ、なるほど。反対側じゃないですか。素晴らしい、ショートカット。で、この下に秘密の通路があるんでしたね、さっきの話だと。地下に通じる、村に通じる通路みたいなやつ。これはちょっと怖いですね。何この少年。いや、少年じゃなかった。買っていってくれないか、ちょいとしたガラクタを。うん、買う。あ、髪の毛の束が売ってる。永遠なる木は、飛ばされた怪物の木は、どういうわけか、その見た目は太古から存在しているかのように古く、それが属していた、獣の寿命を超えて存在しているようにも見える。何の効果があるの？全然わかんないよ。はい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 。不良の資源。汚れた書の1ページ、暗黒の力によって染められている。武器に通用、適用することで、攻撃に暗黒属性を付与することができる。そうなの？防具持ってるけど、このクラスに重装備は装備できないと。なるほど、重量も結構重いね、クラスに重装備だとね。ここであんたに会えたのも何かの縁、いろいろ集めたものがある、大したものじゃないが、そいつを金に換えられたと思うのさ。あんたはなぜこの島に、俺は密航したのさ。テンバーでガラクタ売って日銭を稼いでたんだが、とにかく貧しかった。だが俺は聞いたのさ。カルヒに行けば俺みたいな物語でも召使いが持てると。そうなの？だから密航した。した。そして船は出発し嵐になった。船はバラバラになり、奴らは高潔なる乗組員たちの中に一人混ざる俺を発見した。その時に奴らが驚いた顔と言ったら、俺たちはみんな氷のように冷たい海に浮かび、震えながら板切れにしがみついた。あの岸辺まで他に何を泳ぎついたか俺は知らない。あの凍える岸辺まで。商売上場ってやつさ、この調子ならいずれこの島から出るための切符だって買えるかもしれん。それがどんな切符であれ。この島から出る切符なんてあるのかな。食材が欲しいんですよ。このエリアの食材をね、早く灯させてください。はい、アイテムで回収。あ、ここタイム使うんだとまずいパターンかな。あれ、松明がないぞ、そもそも。松明、武器のところにつけるのか、もしかして。ちょっと先に。松明。ここで松明をゲットして、じゃあどうやって使うんだ、松明。持ってるだけで勝手に松明灯してくれる感じ？ではなさそうですよね。ああ、フラスコ飲んじゃった。もったいな。じゃあちょっと戻りますね。戻ってセーブしましょう。その方がいいっすもんね。はい、久しぶりにゾンビからまた買って。いや、強くなりましたね。ちょっとレベルも上げときたいですもんね。その戦争と使ってね。とりあえずレベル上げましょう。よいしょ。お金もね、結構貯まったので。おい。本当に松明の使い方がわかんないですね。松明の使い方だけ後で武器で見ておきまーす。はい、では、注ぎ火して、で、あのマーク出てる時はセーブできてるので、これも一応セーブで、レベルを打ち上げておきましょう。はい、じゃあ8にしまーす。で、スキルツリーで、今度は、技量強化するか、筋力強化。まあ、ありはありですね、1ポイントで。クラスにアサシン。
あークラスにし、クラスに優しいもありですね。クラスに優しいのはこ、ん、どこで言ったんだ。あー、ここか。ここはまだ行けないですもんね。2ポイントあるんで、一応このクラスに重装備ができるんですよね。体力強化、体力強化か、斧と槍をも、土ですかね、モスカですね。まあ、ここはちょっと攻撃力が上がるので、技量が 19.7 なので、こっち上げましょうかね。技量で技量強化して、もう1ポイント上げられるということで、ここで筋力を強化しておきましょうかね。うん、筋力を強化、いいですね。 20.2 になりましたよ。でこのクラスに剣士、ここまでね、次上げたいですよね。でレベルアップ一応できるはできるんですけど、ちょっとこっちですね、武器の強化もちょっとさせていただこうかなと。あ、そうか、でもあれが足りないのかな、あのアイテムが。一応じゃあ兵士の槍の2を1000ソルト払って、ん、兵士の歌、あー、ちょっと違うアイテムが必要なんですね。あー、それはちょっとダメですね。ではレベルだけじゃ上げときましょうかね。もう1レベル、これレベル上げといた方が絶対有利ですもんね。じゃあレベルアップ、はい、上げまーす。で、スキルツリーが猛獣使いかアサシンになるかってとこですよね。スタミナとかも上がるんですよね、これ、この辺ゲットしていくとね。まあ、ドロップ率も上がるし、スタミナも上がる、フォーカスも上がる。クラス1やり使い、猛獣使い、アサシン。ちょっとじゃあこのアサシンちょっとやっておきましょうかね。あ、どうしような、これこっちにしましょうか。ちょっと攻撃力上がるんでね。あ、いや、スタミナが上がる、スタミナ上げときましょうか。じゃあアサシンちょっと取っておきましょう。はい、ということで、はい、ということで、じゃあこれでセーブして、終了しますね。はい、じゃあ今回はですね、まあ、最初のボスですね、水をかぶった剣士でしたっけ、まあ、あれをやっつけたとって、ちょっと先に進んだというところで終了したいと思います。はい、で、このシリーズ、まあ、続くかどうかはわからないんですけど、まあ、なるべく続けていきたい方向で今考えておりますので、またね、次の動画もですね、投稿させていただくときはよろしくお願いいたします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。